皆さんこんにちは、アイリです。今日はキャンメイクでメイクしてみました。でキャンメイクは本当にプチプラでクオリティが高いんですよね。で私も昔から使っているものもあるんですけれども、今回は新しいメイクに挑戦というよりかは普段使っているメイク用品で、さらにアップデートできたり採用できるようなプチプラでクオリティの高い商品をアラフォー目線でチェックしたいと思います。はい、結構ね、長年いろんなの使ってきてこだわりがあるんですよ。ないのもあるんですけど、例えばチークの色目だったりとか、あとマスカラとかの質だったりとか、なんか変なとこにこだわりがあるので、そこも、しっかりチェックしていきたいと思います。はいはい、それでは早速やっていきたいと思います。ベースメイクっていうかファンデーションまでは、いつも普段使っているのを使いました。やっぱりね、自分の肌の色に合ったファンデーションを使いたいので、リキッドファンデーションまでやってあります。で次はコンシーラーなんですけど、こちらキャンメイクカラーミキシングコンシーラー01番なんですが、いっぱいあったんですよコンシーラー。でどれにしようかなと思ったんですけど、ちょっと肌の色になんかいろいろ混ぜて使えそうなので買ってみました。あ、これ SPF50 大好き大好きよ。なんかこんな感じです。こうこの普段のこの辺ですね。うん、カバー力がありますね。私がいつも使ってるやつよりいいかも。綺麗になりましたよね。はい、こんな感じ。次に使うのがこちら。カメラ映っちゃってる。こんな感じになってます。キャンメイクトランスペアレントフィニッシュパウダー PN って書いてあるけど、ピンクかな。真珠みたいに上品なツヤをまつったツヤホワ透明肌完成って書いてあったので、ちょっとこれパウダーとして使っていきたいと思います。ツヤ出るかな。出てるツヤ出てる。使用感としては、あ、なんかちょっと細かいラメが入ってますね。うん、まあまあツヤ感はあると思います。結構なんかサラッとしてる。もうちょっとなんか潤いが欲しいかなと思うんですけど、なんかテカリとかが気になる方にはいいかもしれないです。さあ次、チークですね。チークが私は普段これですね、キャンメイクマット&クリスタルチークス02番を使ってるんですけど、今回これを買ってみました。キャンメイクグローフルールチークス04番。これなんかツヤが出るって書いてある、だからツヤ重視だからね。でツヤ出るって書いてあったんで、ちょっとこれで今日はやっていきたいと思います。でこんな感じでポン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 って全色を混ぜてみます。で乗せてみます。うん、こんな感じ。ちょっと思ってたよりピーチ寄りの色ですね、これは。私はどっちかっていうと青みがあるピンクが良くて、ずっとこの青みがあるの探してて、しかもツヤが出るような探してた中でこれかなと思ったんですけど、でも私こっちの方が好きかな。はい、でもね、色味が合えばこっちの方が多分ツヤ感が出るのかな。うんうん、ちょっとピーチピンクみたいな感じですね。はい、さあ次が、また次もハイライトなんですけど、普段使ってるのがこれ、キャンメイクハイライター05番なんです。これすごい気に入ってるんですけど、今回ねちょっと気になって買ってみたのがこれですね。キャンメイクグローツインカラー01番。うん、結構良さそう、色目的にね。でもあんまりパール感が強いとシワ目立っちゃうから。はい、こんな感じです。なんかちょっとベージュっぽいのと白っぽい、ちょっとパールが強い気はするけど、ちょっとさらっと塗りたいと思います。腕にとってあー、これね、やっぱちょっとパールが強くて、ちょっと思ってた通りなんかね、小じわを目立たせる気がする。っていうか小じわめっちゃ目立ってる。うん、
目のすぐ下はやっぱ塗らない方がいいですね。これもねちょっとアラフォーにはあまりおすすめできない。やっぱりハイライトこっちがいいな。さあ次いきます。次はアイブロウです。これがこちらキャンメイクデュアルアイブロウスティック01番。これなんかあの太いペンシル、めっちゃ太いペンシルなんだけど、なんかねパウダーっぽく見えるように描けるみたいなんで、ちょっといいなと思う。これを使っていきたいと思います。ちょっと描いてみよう。結構硬いな。硬め、結構硬めです。これをちょっと描いていきたいと思います。小じわ目立ってんな、これ。小じわでは描いていきたいと思います。こう眉毛に描くと結構描きやすい。お、描きやすい。これパウダーっぽくって書いてあるけど、もう太いペンシルって感じ。まあでもすごいあの楽ですね。でフッチをアイブロウペンシルですね。キャンメイクアイブロウペンシル02番ウォータープルーフタイムタイプ。はい、これは細い。これでフッチを描いていきます。あ、なんか描きづらいなと思ったら、これなんか楕円みたいになってて、そうこっちで描くと太めだし、こっちの細いところだけは細く描けるってことか。なんかね太いなと思ったのよ。なんかさっきのと変わんないじゃんと思ったら、あ、そういうことね。細い方で描けばいい。オッケー。はい、こんな感じです。もうちょっと細い方が描きやすい、これ。はい、次がアイシャドウなんですが、こちらキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ02番ですね。もう本当にあのどなたでも使えそうな無難なあのブラウンが入っている、あの捨て色ないんじゃないっていうぐらい結構使えそうな色が多いので、均等に使えるんじゃないかなと思います。使い方が流で普段の同じ感じでやっていきたいと思います。まずはこの一番薄い色を使ってあの目全体に広げていきたいと思います。はい、こんな感じ。はい、次はこれ、この下のこれ使ってみたいと思います。この辺ですね。結構あの発色がいいっていうか使用感はいいですね。で、ぼかしてあげる。はい、こんな感じで。で、次に細い筆で、こっちの一番濃いのを使ってみます。で、ちょっとぼかす。あ、これ結構いい。これあの気に入った。なんか色目が濃すぎないし、ちょうどいい濃いめのブラウンが入ってるし、あとあのこっちの結構たくさん使う上の方ですね、結構使う薄い色もたくさん入ってるので、これいいと思います。はい、次がですねこちら、キャンメイクストロングアイライナー01番です。リキッドアイライナーですね。取ると、あ、いいんじゃない、結構先細くて。描いてみますね。あ、いいかも。うん、なんか描き味いい、すごい。よし、ちょっと描いてみたいと思います。おお、これいいかも。なんかすごい描きやすい。いい、描きやすかった。これで長く使って筆がどうなるかとか、あと落ちやすさとかね、なんかあの目の下についちゃうとか、そういうのもちょっとねもうちょっと時間経って判断ですけど、うん、描きやすい、すごく。で、下用にジェルアイライナーも買いました。こちらはキャンメイクジェルラインアーティスト B01 アイライナー。あ、最初はねちょっと細いんだけどね、ここから太くなるね。これ最初このぐらいをずっとキープしてくれていいけどね、描いていくと結局太くなるっていうね。はい目の下にちょっと入れたいと思います。最初ちょっと硬いかなと思ったけど、描き味的には悪くないです。はい、で今回これはまあ、うん、描き味は悪くないし、とりあえず普通に描ける感じですね。じゃあ、次はマスカラしていきたいと思います。まずはビューラーであげます。あ、これはキャンメイクじゃないです
これあの松木よ。はい、では、マスカラをしていきたいと思います。2つ買ったんですよ。こっちがキャンメイクイージーリムーブクイックラッシュカラー01。これはね、クリアホワイトでマスカラ下地ですね。で、こっちがキャンメイク奥伸びマスカラ GB グロッシーブラック滑らかロングまつげにっていう、これね、どっちもお湯オフタイプにしました。正直ね、マスカラ私こだわりが強くて、多分合わないだろうなと思いながら買ってきました。ごめんなさい、キャンメイクさん。ちょっとでも一回使ってみたいと思います。こんな感じこれ塗っていきたいと思います。お、下がらないかも。ちょっとこっちも塗っていきます。お、この下地いいかも。じゃあちょっとこの状態でこの極のび塗ってみたいと思います。実はですね、私ね、極太も持ってるんですよ。これ前に買ったやつなんですけど、結局使わなくなっちゃって、あのやっぱまつげが下がるっていう理由でね。はい、今から極のびマスカラを塗ってみたいと思います。すごい繊維が入ってますね。いいかも。おお、これ発見だわ。いい、多分これがいい。これが多分キープしてくれて、その後に何に塗っても多分いいんだと思う。これめっちゃいいじゃん。ちゃんとカールもキープしてくれてるし、私普段塗ってるマスカラよりもいいかもしれない。これで本当にあのお湯で落とせるならすごいいいと思う。発見。うん、ちょっと下も塗ります。やっぱさ、このパール気になるよね。下塗ります。はい、下まつげ塗りました。いいですね。次はリップです。普段はねこれ使ってるんですよ。これめっちゃよくて、キャンメイクメルティースムースオイルグロス02番。そんな色はつかないんですけど、唇の色をそのまま活かしてツヤ感が出るようなグロスで、しかもしっかり潤うという、私すごいこれをお気に入りで使ってるんですけど、まあ、普段は透明なグロスを使ってますが、今回ですね挑戦して買ってみましたね。これあのあ、そう、アットコスメで1位、2015年1位だということで、キャンメイクユアリップオンリーグロス04番。これね、あなただけのリップカラーって書いてあるんですけど、どんな色になるの私塗ったらみたいなね。はい、でクリアブラックって書いてあります。ちょっと開けてみますね。中身はこんな感じで、まあ、開けてみます。なんか何これ、紫紫みたいな。あなただけの色、どんな色になるのかな。まあ、ちょっと塗ってみたいと思います。え、なにこれ、おしるこ食べたみたいな。大丈夫、あ、色変わってきました。だんだん濃くなってくる気がする。あなただけの色、うん、なんか唇の水分に反応してピンクに変わるリップグロスって書いてあります。発色には個人差があります。なんかちょっと濃くなってきた。ちょっと濃いです。なんかどんどんなんか色がなんか濃くなっていく気がします。うん、私はね、やっぱりなんかあの透明な方が好きなんですよね。なんかあんまり色をのせないとか、まあ、派手になっちゃうから、顔が、うん、派手顔だから。はい、ということで、今日は、ベースメイク以外をキャンメイクでメイクしてみました。はい、いかがでしょうか。まず、私がこれからの普段のメイクに取り入れたいなって強く思ったのが、これを、やっぱりこれ良かった。マスカラ下地、これのおかげでその後に塗るマスカラもすっごいしっかりカールしてくれてるので、まあ他もと併用できるかもしれないし、私はねちょっとの間ちょっと今回買ったこれとこれを使いたいと思いますね。あの、うん、なかなかこれいいよ、すごく、うん、これすごいおすすめ。はい、これは使いたいと思いました。で、あとね、まあ
うん、コンシーラーも結構良かったのでこの後多分使うと思います。あとね、そうだな、あとはこの、うん、パウダーっぽく見えるアイブロウペンシルと、あとね、今のところこのストロングアイライナーのこの掛け味もすごい良かったのでこれは使えるなと思います。まあ、リップとかはあんまり、そうですね、色がやっぱりつくので時々ね、ちょっとお出かけするとき、ちょっと人目に出るときとかに顔色良くするために使うにはいいかなと思います。うんうんうん、はい、そんな感じで私の酷評が終了しました。はい、でもやっぱり全体的に見てものすごくクオリティが高いと思いましたね。安いのにやっぱりいいですね。色も今日たくさんありますし、あ、そう、アイシャドウも良かった。うん、なので結構採用できるものが多かったので、今回買ったもの以外にも結構気になるのまだいくつかあったので、またご紹介できたらなと思います。はい、いやー、うん、キャンメイクやっぱり好き。うん、これからもちょくちょくチェックして使ってみたいなと思います。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。で、少しでも参考になったら嬉しいです。キャンメイクのメイクでした。それではまたね。